ようこそスリップストリームジャパンへ。スリップストリームの田中敦史と申します。この度は私たちのウェブサイトへアクセスいただき誠にありがとうございます。まず我々スリップストリームのことを紹介させていただく前に、ビルダレスファーストエイドについて説明させていただきたいと思います。ビルダレスファーストエイド、なかなか馴染みのない言葉かと思います。ビルダレスファーストエイドとは、アウトドアなど緊急医療体系へと時間がかかる中での野外救急法のことを、例えば山などキャンプへ行った場合、誰かが怪我をしてしまった、でも救急車が来るまでに時間がかかる、そういった時にどのように対処をするかということです。アウトドア先進国のカナダ、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリアなどでは、このファーストエイドはとても重要なコンセプトとなっています。今後日本でもこのコンセプトは一層重要なものとなっていくことでしょう。我々スリップスリムは大自然に囲まれたカナダを拠点とし、常に最新の知識や技術を取り入れてファーストエイドトレーニングを提供しています。この度2010年よりスリップスリムは日本での講習も開催ということになりました。講師は海外で経験を培った我々一番の日本人講師が受け持ちます。コースの詳細はウェブサイトに載っていますので、そちらの方をご覧くださいませ。このウェブサイト、まだ日本語化対応しきっていませんが、日々日本語化に向けて努力をしていますので、もうしばらくお待ちくださいませ。我々スタッフ一同、日本での講習開催をとても楽しみにしております。ウェブサイトも常に新しい情報を更新していきますので、またアクセスお願いいたします。また日本語でのお問い合わせも受け付けております。どしどしお問い合わせください。本日はこちらのビデオを見ていただきまして誠にありがとうございます。また近々会えることを楽しみにしています。本日はありがとうございました。